まあ、3つ後悔したことを挙げさせていただいたんですけど、すごくしょんぼりですね。でもそういうのってさ、見えない損失やん。もう一回やり直せるとしても絶対就職します。はい、どうもこんにちは、坂木です。新友です。今回はですね、就職しなくて後悔したことというテーマでお話をしていこうかなというふうに思っております。ここに座っている新友さん、なんとですね、一度も就職したことがないんですよね。ここに座っている坂木さんもなんと一度も就職がしたことないですね。そうなんですよね。新卒フリーランスとか、それこそ新卒でそのまま経営者になるみたいな人も増えてきてはいるわけじゃないですか。なので就職しなくてこういうところで後悔したよみたいな、後悔した人側の意見をね、今日はね、いろいろねお話ししていければなというふうに思っております。よろしくお願いします、はい、お願いします。一つ目なんですけども、これはね、ちゃんとした後悔かもしれない。皆さん思ってるでしょ、就職否定派だから後悔してることなんてないよみたいな、起業しようよみたいな方に乗ってると思ったでしょ。実はちゃんとあって、思い返してみると、一個は利害関係を無視した社会人になってからの友達がいない。これは結構大きな後悔というかマイナス面みたいな感じかなっていうふうに思ってて、もちろん新卒でそのままフリーランスになったりとか経営者になったりしてって、友達はいっぱいいるよ。でもやっぱり仕事の話で盛り上がるし、最近こんな事業やってんねみたいな話になるわけよ。大学の同期とか見てると、金曜日仕事終わって今週も頑張ったな、飲みに行こうかみたいなんでバカ話をするだけで終わるみたいな人もいるわけやん。でそういう何にもないくだらない話をする友達というのが大学時代で止まってるっていう感じ。就職したら同期の人とかがいてみたいなこと。そう、同期のみっていうのがあるよねっていう風になるけど、くだらない話したいなって思ったら、東京に引っ越してきてる高校時代の同期か、大学時代の同期か、サークルの友達とか、バイト時代の友達みたいなのを呼び寄せるしかないっていう感じになってるかな。でもちょこちょこそことは合うよね。無駄話をしたい時ってやっぱりあって、疲れたなみたいな時とかさ、それは結構大きいかもしれへんな。それこそ4日前ぐらいも中高の同期と会ってんけど、結構普通に楽しかった。正直中高の時はそんなに喋ってなかったから、その1時間が最もその人と関わった時間かもしれない。やっぱり利害関係ないから、すごい良かったな。その中学の同期から、サコさん、みたいな。昔の奥さんと結んだ婚前契約書のコピーを見せてもらったことがあるねんけど、やってることやばない?なんで持ってんの?ってなったけど、いや、茶道部の〇〇ちゃんからもらって、みたいな。茶道部?みたいな。茶道部みたいな。怖いよな。絡まってって。わからへんわからへんけど、まあ。本当に、婚前契約書に何でも書きすぎてん、多分。こっちはこういうことをするから、こういうので怒らんといてな、みたいな。例えば、佐古くんが仮にトイレを流し忘れていても、怒らずに流してね、みたいなことが、ちゃんと契約書の文言として入ってんねんか。だからなんか、ほんまの離婚理由は違うねんけど、その動機は、佐古がわがまますぎて別れたと思ってたらしくて、変わってしまったんやな、みたいな。の話をしたりした。やっぱりその同期っていうのに、とか利害関係がない友達っていうのを作る機会がなくなるよねっていう感じではあるかな。それはまあ一個の後悔というか、言うたらさ、新卒で1年でももし働いてたらそういう仲間みたいなのは結構いたのかなっていうふうに思うし、それこそさ、同期の人数が増えてれば、元リクルート出身で今経営してますみたいな人も多分出てくるやろうし、そういう面でも就職っていうのはありな選択肢の一個。こうやったんかなと思うけど、戻っても就職せんけど、就職してたらそういうメリットがあったよねみたいな。なるほど。次、二つ目。細かいビジネスマナーとかがわからない。そうなの？全然完璧だと思ってる。いやー、ほんと？例えば？例えば、座る場所とか。なんかタクシーってさ、どこが下座でどこが上座か知ってる？一番上座は、運転手の後ろ、うん。その次が助手席の後ろ。最後が助手席。そうそうそう。4人で乗るときは、どこだと思う？助手席か、真ん中の座るとこか。確かに全然分からへんくて、これむしろ前が一番座りやすいんじゃないかみたいな思わん？それ安さで言うと前やねんけど、安全性を考えるよな。事故った時に運転手が犠牲になるからとか、あと、いや、この経営者ちょっと太ってるから奥入りにくいやろなみたいな時は手前の方がいいんじゃないかなとか、そんなことばっか考えて、そういう会話をしてごまかす。いやー、なんか奥が上座とか言ってますけど、絶対こっちの方がいいですよね、うん、みたいな感じで一応こう知ってますよみたいなアピールだけして、うん、ケチ回ってるわ。なるほど。席どこ座るかとかは結構来るよね、会食の時とかね、うん、あ、そう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 、会食の時もちょっと迷うことがある、うん、大体さ、景色がいいレストランとかって、うん、出入り口に近い方がお客さんからしたら景色が良かったりするけど、奥の方が上座じゃん、はいはいはい、どっちに座ってもらうのがいいのかな。なるほどね。でもそんなんさ、会社員経験ある人って知ってんのかな。知らなそうじゃん。坂井くん、タクシーってどこが上座か知ってる？運転の後ろでしょ、内側の反対側、前の反対でしょ。
あ、真ん中が最後なん？それ知らんかったな、うん、ごめん、舐めてたわ。飲食店で上座って遠い方やん、入り口から。下座の方が景色が綺麗やった場合ってどっちなんかな。そこの気遣いも含めて、まあ基本的に入り口が近い方けど、交渉はありなんだそうです。名刺の渡し方とかね、あと服装とかね、ネクタイ結べへんとかいう社会人見たことないもんな。まあ、なくても大丈夫っちゃ大丈夫だけど、うん、でもそういうのってさ、見えない損失やん。なんかやらかしてるんかなみたいなのあるよね、うんうん、たまに〇〇さんマナーについてなんか言ってたでみたいなのを友達きりで聞いて、うーみたいに なるパターンあるやん。そこそ銀座のクラブに呼ばれた時にサンダルで行って、その時は何もなかったんけど、後日そのクラスの友達から、うん、佐久くんなんか〇〇さんめっちゃ怒ってたでみたいな。え、なんでなんでみたいな。銀座のクラブ呼んだのにサンダルで行ったんやろ。銀座のクラブってサンダルじゃ入れへんからみたいな。その人が乗客やから、その人の連れっていうことで今回だけ特別に入れてくれたけど、悪めれる雰囲気もなかったらしいやんみたいな。そんな言われんかったら、言われんかったら気づかんよな。気づかんよね、佐久くんはね、うん、今日もリュウケンさんからリプでさ、なんかそれマナーとかいう以前の問題で、佐久くんはなんかデリカシーがないから基本的に。バドミントン会に参加してんけど、昨日靴リュウケンさんに借りて裸足で履いて、ムレムレで返したら、それはツイートして、そういうところが可愛いって言ってるけど、あれはまあ指摘よな。だから、あの、リュウケンさん日本食食べてて。あと、あれらしいで、人の家行くときに裸足で行くのはマナー悪いらしい。知り合いの家に遊びに行ったときに、これもこのシリーズでできるけど、佐久くんさ、前、〇〇さん家遊びに行ったときにさ、汚い真っ黒なサンダルで、そのままズキズキ上がっていったらしいよ、みたいな。でもやっぱ、めぐやから、なんか足洗ってきてくださいとか言えずに、いや、ほんまに、人の家行くときだけは靴下履いた方がええで。次、じゃあ、三つ目。金銭感覚のズレ。これはね、後悔というか、後悔じゃないねんけど、企業おすすめする方向になってしまうと思うんですけど、20万、30万で生活している人の感覚というのがマジでわからない。っていうのは正直あるかもしれない。確かに私もちょっと分からなくなってきてるかもしれない、うん、そりゃマッチングアプリしても無理よ。いや、ね、なんか隠そうとしてるねんけど、なんか要所要所で出ちゃってるみたいな、うん、ね、友達もいいしな、出ちゃうんよな。それこそ同級生とかと喋った時に、最後渋谷まで歩いてん、じゃあ私こっちやから帰るわ、どうすんのみたいな時に、うん、あ、じゃあ新宿までちょっとここでタクシー拾うわみたいな時に、え、なんで今駅まで歩いたん一緒にみたいな、それは散歩みたいな。タクシーは確かに、タクシーって使わへんねんな。使わへんね。だからなんか無駄に私も駅まで歩いて電車乗ったふりしてタクシーに乗ることある。やってんな。うん、でもこれ昔はあってん、ちゃんとそういう庶民派感覚みたいな、うん、それこそプログラミングスクールでバイトした時に上場してる会社の息子を担当したことがあって、その子は佐古くんに習いに行きたいがゆえにわざわざ大阪に家を借りてて、こっちの人やったっけ、もと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 東京の人で、そう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 、佐古くんに習いに行きたいがためには言い過ぎかもしれへんけど、まあ、大阪のそのスクールに通うためにね、うん、大阪に家借りてて、そこの家賃が40万とかで、うん、東京にも行っててみたいなんで、その子とかほんまに呼ばれた時からお金持ちだから、え、新幹線って床ふかふかやんなみたいな。グリーン車ってふかふかやん、床マットやん。でも一般車って硬いやん。新幹線っていうものは床がふかふかなもんやと思ってた。飛行機っていうものはフルフラットで寝れるもんやと思ってる。ビジネスファーストしか乗らへんから。なるほど。それ聞いた時に、うわ、これこういうのにはなりたくないなみたいな。子供できたらちゃんとしつけようみたいな。仮に自分がお金を持ってたとしてもね、当時もバイトやからプログラミングすごいね、家賃も5万とか6万の部屋なわけやいう感じだったから全然わからんかったけど、今は多分やってるんやろうなって。一旦夜行バスに乗らないと。そうやな、夜行バスな、いやー夜行バスなきつい。乗ったことある？あるよ、関西住んでた時、東京行く時夜行やった。夜行で行ってフォロワーの家に泊めてもらうみたいな。あれはねきつかったよな。後悔しょぼ。今3つほど後悔したことを挙げさせていただいたんですけど、すごくしょぼいですね。でもこういう後悔と引き換えに20代前半にしてそこそこ自由な暮らしというか、今日もさ、これから大阪行くわけやし、何のために大阪行くかっていうと、大阪にすごいいい足つぼマッサージをしてくれる先生がいるらしいから、その人に足つぼマッサージをされに大阪に行くっていうタスクがあったけど、あ、そんなことすできひんやとか、他にもですね、これが公開されてる頃にはもうアメリカ行ってると思うんですけど、1週間後からはアメリカに1ヶ月ぐらい行くわけじゃないですか。そういうことができるのも、まあ、起業したからっていうことなんで、マナーとか、利害関係のない友達。利害関係ない友達って別に、できなくはないんだけど、別に経営者でも。とはいえ、どっかでやっぱお金のことは絡むよねっていう友達と、あとまあマナー。あとまあ、一般的な庶民感覚みたいな。この3つを失う覚悟があれば、就職しないっていう選択肢もなしではないかなという感じですね。トータルで見て僕は、もう一回やり直せるとしても絶対就職しませんって。強いて後悔を挙げるとしたらそんな感じかなっていう。うん、
ところでしたね。今後ね、新卒でフリーランスになりたいよとか経営者になりたいよって方はちょっと参考にしてもらえればなというふうに思っております。ということで今回の動画はこんな感じで終わりにしようかなというふうに思うんですが、まあ、普段ね概要欄にある LINE マガジンの方では売上利益どうやって上げるのとか、普段経営者ってどんなこと考えてるの、周りの経営者こうやって売上上げてるよみたいな事例とかをまとめたコラム集配布しております。登録していただくと毎日毎日コラムが届いて無料でビジネス力を高めることができると。そしてなんとですね、今だけ限定で LINE マガジンの登録特典が2つあります。1つ目は資本主義攻略の裏マニュアルというスライド枚数126枚超え、動画分数80分超えの動画セミナー。そして2つ目、僕が売上ゼロの貧乏大学生から売上規模10億の社長になるまでを漫画化したもの、こちらをプレゼントしております。もうすでに、ね、1万人以上の方に受け取っていただいておりまして、大好評いただいておりますので、まだもらってないよって方は1日遅れるごとに5万円損するぐらいの勢いがあるものなので、ぜひ受け取ってもらえたらなというふうに思っております。ということで今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。